今回は、まだ早々のキーシーでのソロウクレレの解説です。初級者にも弾きやすいアレンジにしてあります。少し難しい指使いもありますが、練習してくださいね。まだ早々の楽譜です。タブ譜はいつものようにウクレレ指板上に表示します。タブ譜の一番上の線がウクレレの一弦を表します。この部分は、人差し指をそのままに1弦7フレットを弾きます。
冒頭でもお話しましたが、指使いが難しい部分もあります。テンポは50とゆっくりにしてありますので、練習にお使いください。テンポ50で解説しましたが、夏川りみさんはテンポ76ほどだと思います。自分の歌のテンポで練習してください。